までの戦い方からしてもですね、はい、やっぱりセレッソの方が今コンディションいいですからね。そうですね。今村主審の笛が鳴って前半が始まりました。外側で持ってきました。枠を捉えた木本ヘディングです。最後しのいだ梶川、木本ヘディング。まあ、清武のボールの質が非常に高かったということですね、はい。まあ、ディフェンスの頭の上からですけど、はい。まあ、清武はドイツにいるときね、セットプレーでのキックには非常に手弱ありましたからね、はい、そういうものをこう見せてくれるようなキックでしたね。今セットプレーの流れでティーラと右に傷んで左側にポジションを移していきます。マルコス・ジュニオー外使った、小池が出てきてワンタッチ、ジュニオールサント後ろからエビキラ、ジュニオールサントスナイスクリア、鋭く攻め切りました F マリノス。目にディフェンスとキーパーの間にこっクロス入れてきますよね、はい。さてこうやってプレッシャーかかってもボックスが飛び出して左のペナルティーの奥を取りに行きます。でここからすぐ守備、この守備が厳しいんです。エクマリノス捕まえた、ね、捕まえた、ジュニオルサントス前で捕まえて、ジュニオルサントス。ここからジュニオルサントスあるいはマルコスジュニオルで少しプレッシャーは伺いました。おー、これは引っかかって和田パス、エリキのシュートー、クロスバー、距離はありましたが振ってきました。確かに距離ありましたけどね、ディフェンダーも前にいましたけど、はい、セコがね近づいた。エリキがもらいます。渡辺浩太が打ちました。最後はパスにしました。ジュニオルサントス左サイドにマルコスジュニオルいましたけど、はい、まあ、今言ってました、見えなかったですね、はい。前半終了です。結局どちらも得点がなく今前半終了の笛が鳴りました。逆にこうパンチ打たれてもあんまり体に当てさせないのがセレッソですかね。あ、もうその通りですね、はい。預けて伊藤が出ていく。マルコス終了ヘディング、エリキのヘディング、先手を取った F マリノス。マルコス・ジュニオルから最後エリキの頭、均衡破れました。日産スタジアム F マリノス1点リードです。このボール、この斜めのボールが良かったですね。あっ、ちょっと出てた、出てますね、はい。非常にこうエリキがね、いいポジション取ったと思いますよね、はい。まあ、ピオニッチと要は瀬古の間ですけど、瀬古が後ろにいるですね、まあ、ジュニオールサントスがちょっと気になったんですよね、はいはい。でジュニオールサントスを見た瞬間にエリキがフリーになりましたから、預けて小池が出ていく。中を埋めるセレッソどうするか、いいボールじゃない、ジュニオールサントス。まあ、ティーラトンですよね、はい。ティーラトンからの左のいい精度の高いボールでしたからね、うん。外側頭で来た、枠を捉えましたが梶川しのぎました。そこ高かったですね、高かった、高いですね。これは梶川ナイス、梶本のヘディングで前、松田は高い位置を取ってます。坂本走った、坂本に出した、中に送った、を狙ってきました。どうで清武スーパーゴール、静まり返った日産スタジアム、静まらせたのは清武、同点です、1対1。長いボール坂本エリングで繋いでからですよね、はい。これ見事でしたね、坂本のコントロールのパス、そしてシュート。このコントロールを坂本よく清武のところに出せたと思うし、清武もしっかりとねゴールキーパーとゴール見えてましたから、はい、もうイメージは持ってましたね。やっぱ技術力高いですね清武は。これは清武は前、片山か、いや、おちょっと交錯した、伊藤と交錯、
強めに笛吹いた今村主審が近づいてきます。ですよね。おっと赤いカードが出ました。は阻止ということですか。はい、この清武のパスは見事ですよ。はい、体の向きと、ね、顔の向きが全く違う方いっててね、相手かわしてからあの後ろに落とされたらちょっと伊藤も対応しきれないですよね。はい、選手に変わりまして、うまくゲームコントロールしながらですね。入れ替わりで抜けていきました坂本。一回出て下がった梶川、どうするか。坂本のマイナスだ。高木俊之、片山、まあ、坂本が守備、前田大然、前田大然、前田大然、頭を抱えたポステコグルー監督、非常に効果的ですし、うまく入れ替わって体使いながらですけど、サイドちょっと慌てましたか。ちょっと狭いがどうするか。片山はそのままポジションを中に取り直します。この切り返しありますよ、ね、坂本来た、坂本の折り返しだ、チャンバーワンタッチだ、坂本で崩しました。高木俊之勝ち越し、坂本で崩して高木で逆転、1対2。ここ松田も落ち着いて坂本使って、得意なんですよね、仕掛けてって左で上げるフリーしといてのこの切り返しね、もう何度も見たシーンですし、まあ、ティーラートもこれ分かってはいると思いますけど、これ対応できないですよね。今シーズン何度も見てますよねこのシーンで、はい、でもディフェンダーがやっぱりこれに引っかかるってことはやっぱそれだけキレもありますし、この辺はもうさすがセレッソ、これでゲーム終了の笛が鳴りました。セレッソ勝ちました。これでリーグ戦5連勝。